もうこんな時間か。ちょっと早いけど、そろそろ出発しようかな。でもあと少し、ちょっとだけ、あと2ページだけ。やっぱり我慢我慢。ずっと楽しみにしてた試写会だし、遅刻なんてできないもん。それじゃあ招待状を持ってついでにこの本も。よし、行ってきます。事務室にいてもなんだかそわそわしちゃって、仕事が手につかなかったもので。青葉くんもだが、私もおとなしくんも待ちきれなくてね。予定より30分も早く着いちゃったんですよね。社長なんてリーフレットまで開いちゃって。すまないね、気になってしまって。つい。出演は田中琴葉くん、豊川風花くん、春日未来くん、北沢志保くん、七尾由里子くん、それに三浦あずさくんと萩原由紀穂くん、皆個性豊かなアイドルだ。本編が楽しみだよ。はい、あらすじを読んでいるだけでもワクワクしてきちゃいますよね。今回の映画って犯人が主人公なんですよね。こういうの確か、なんて言うんでしたっけ。確か盗女物だったかしら。犯人と探偵の駆け引きが醍醐味なんですよね。そうでした。あれ、でもリーフレットにはいわゆる探偵役の名前がないんですね。私はゆり子ちゃんかなって予想したんですけど、ちなみに社長は誰だと思いますか？そうだね、よし、わかった。豊川風花くんだろう。そこをなんとか。ヒント、ヒントだけでも。私は台本を見ちゃったので知ってるんですけど、お二人とも楽しみにしてくださいね。お、そうだ、君、映画の内容は明かせなくてもアイドルたちのことなら語れるだろう。上映開始まで撮影にまつわるエピソードがあれば聞かせてくれないかね。撮影の舞台裏ですね。私も知りたいです。もしかしたらヒントがあるかも。プロデューサー、お疲れ様です。何かありましたか？
映画ですか？もちろんやりたいです。受けさせてください。あ、でも面白そうってどんな感じの作品なんですか？コメディですか？なるほど。ああ、いえ、コメディはあまり経験がないので、私にできるのかなと思っただけです。新境地。わかりました。新境地か。ゆり子もオーディション受けるんだ。一緒に頑張ろうね。よろしくね、未来。ミステリー作品に出られるなんてワクワクしちゃうな。私絶対合格したいです。風花さんが受けるのは少し意外でした。今回の舞台病院だし。私も少し迷ったんだけどね。でもなんだか面白そうなお話だったから。プロデューサーさん、オーディションに参加するのはこれで全員ですか？すみません、遅れました。あ、琴葉ちゃん。はい、問題ありません。みんなオーディションに参加するんだ。よろしくね。よろしくお願いします。わあ、手強いライバルが増えちゃったな。大丈夫、みんなで合格すればいいんだよ。そうですよね、風花さん。うん、撮影を乗り切るためにも仲間は多い方が心強いもんね。簡単に言うほど倍率は低くないと思いますけど、でもそのくらいの気持ちで挑まないとですね。今何時だと思ってるの？すみません、来る途中道に迷ってるおばあさんがいたので案内してて。はあ、仕方ないわね。仕事はチーフに聞いて。私今手が離せないから。だったら私、木島先輩のお手伝いします。一人より二人の方が早いですから。私はほら、一人の方がはかどるタイプだから。そんな遠慮なんてしないでくださいよ。何でもしますので言ってください。あ、そうだ、倉庫の整理をしましょうか。一人じゃ大変だって前に言ってましたよね、先輩。それはダメ。とにかく一人で平気だから。それじゃあ、ふ
私、刑事さんに見えましたか？うん、未来ちゃんらしさが出ていてとっても良かったと思うよ。へへへ。あれ？でもこの役って本当は刑事さんだけど看護師さんとして病院にいるんですよね。そうですね、明るいイメージでぴったりだと思うんだけど。すみません、私の芝居なんだか不自然でしたよね。そうですね、なんだか琴葉さんらしくない感じがしました。やっぱり経験が少ないのでコメディの名作と言われるものをいろいろ見てきたんですけど、お芝居で笑わせるってどういうことなんだろうって逆に考え込んでしまって。難しいですよね。私も全然自信がありません。お笑いとかもっと研究した方がいいのかな。じゃあやってみよっか、お笑いのレッスン。お笑いのレッスンって一体何をするつもり？例えばだけど漫才とか。なるほど、わかった。やってみよう。プロデューサーさん、止めなくていいんですか？そうですよね、何かあるかもしれませんし。どうも、琴美らです。本日はよろしくお願いします。ねえねえ琴葉ちゃん、私アイドルになりたいんだ。どうしたの急に。まあ確かに華やかな仕事だもんね。試しにちょっとやってみるから、琴葉ちゃんは私のプロデューサーになってくれる？試しに？わかった、やってみるね。プロデューサー未来、次の仕事はライブだぞ。本当ですか？やった、ツッコミのレッスン頑張りますね。いや、お笑いのライブじゃないから。それに未来はボケ担当でしょ。あれ、なんか反応いまいちだったね。自信あったのにな。やっぱり素人の考えたネタじゃダメだったのかも。ごめんね未来、お笑いもっと研究しなくちゃ。そんなことはないよ、面白かったよ琴葉ちゃん。でも次はもっともっと笑わせようね。ちょっと待って未来、なんだかいろいろ違う方向に進んでる気が。プロデューサーさん、なんとか言ってください。連れて行きたいところ。わかった、お笑いライブですね。私からプロデューサーさんに相談したんだ。もっと身近に感じる方法がある気がして。百聞は一見にしかずっていうし、
コメディーのお芝居を生で見てみるのがいいんじゃないかなって。確かにオーディション対策なら生の演技を見た方が勉強になりそうですね。そうですよね。私ったらどうしてそんなことにも気づかなかったんだろう。えへへ、プロデューサーさんに褒められちゃった。褒めてないと思うけど、はあ、まったく。痛くて今も思い出し笑いが私も笑いすぎてお腹が筋肉痛になっちゃうかと思った。あ、これってもしかしたら腹筋の代わりになるんじゃないかな。腹筋の代わりはちょっと難しいかもしれないけど、すごく勉強になったよね。はい、いろいろ参考になることが多くてとても有意義だったと思います。そうですね、私ちょっと勘違いしてたかもって、さっきの芝居を見ていて気づきました。人を笑わせるためには真剣さが必要だったんだって。え？でも琴葉ちゃん、今までだってずっと真剣だったよね。そうだね。あ、でも私自身のことじゃなくて、お芝居の中のことって言えばいいのかな。役者さんたちは面白いことをしようと思っているわけじゃなくて、むしろ真剣そのものだったなって。私もそう思いました。登場人物たちは大真面目に問題を解決しようとしているんですよね。そうだね。でも見ている私たちにはそれがずれてるってことがわかるから。言われてみればそうかも。でもなんでだろう。だって普通にしてたら頑張ってる人を笑ったりなんかしないよね。未来がクイズに答える時とかお客さんから笑いが起こったりするよね。私としてはいつも真剣に考えてるんだけど。あれ？そっか、一生懸命考えてる未来の様子とそこから出てくる回答のギャップが面白いってこと？そっか、さすがゆり子、なんかちょっとだけ分かった気がするかも。確かに琴葉ちゃんの何にでも一生懸命なところがコメディで生きるかもしれないね。そう考えたら私たちの中では一番この作品に向いているのかもしれないですね。そうかな。そう言われるとプレッシャーを感じるけど、そうですね、新境地開けるように頑張らないと。オーディションももうすぐだし、
ここからラストスパートだね。みんな合格できるように頑張ろうね。はい。ユキホさんとアズサさんが心強いですね。あ、琴葉ちゃん見て、この登場人物のところ。え、あ、これもしかして私が主演ですか？主演だなんて実感が湧かなくて。私は新人ナース役です。琴葉ちゃんと練習したあの役ですね。私はゆり子さんと同じで被害者役ですね。医師で風花さんの婚約者。え、婚約者？なんだか照れちゃうね。あれ、私は同僚看護師なんだけど、被害者とも書いてあるね。私は志保ちゃんが演じる医師の元恋人、二人に恨みを持っているという設定みたいです。確かにこれは恨まれても仕方ありませんね。かなり遊んでいる人みたいですから。あの風花さん、こういうお医者さんって実際にいるんですか？私の働いていた病院ではそういう話は聞かなかったけど、お医者さんにもいろんな人がいるし、いないとは言い切れないかもだね。プロデューサーさんはどうですか？もしいたら。確かに結構レアなタイプなのかも。そうですか。もし知り合いにいるのなら役作りの参考にしたかったんですけど。そうですよね。わかりました。モデル探しは諦めます。
実在の人が無理ならお話の登場人物を参考にすればいいんじゃないかな。フィクションでも実在の人物がモデルになっていることもあるだろうし。はい、なるべく今回の役に近そうなキャラクターがいないか探してみますね。ありがとうございます、ゆり子さん。助かります。私も実際の病院の様子や看護師に関わることなら協力できると思うから、何かあったら聞いてね。それなら私聞きたいことがたくさんあるかも。私もです。質問をまとめておくので、風花さんの都合のいい時に教えてください。うん、任せて。みんなで協力していい作品にしましょうね。うん、ゆきほさん、お疲れ様です。今日はよろしくお願いします。いやー、男の人。本当だ、びっくりしました。驚いちゃってごめんね、しほちゃん。いえ、ちゃんと男の人っぽく見えたんですね。なんだか少し自信がつきました。あ、プロデューサーと一緒じゃなかったんですか？皆さん、お待たせしました。プロデューサーさん、お疲れ様です。あら、ゆきほちゃん、ここにいたのね。あずささん、よかった。会えなかったらどうしようかと思いました。ごめんなさい、こことっても広いからいつの間にか迷っちゃって。風花ちゃんに案内してもらわなかったらここまでたどり着けなかったかもしれないわ。確かに中は本物の病院みたいですもんね。セットとは思えないくらい。風花ちゃんがそこまで言うならかなり本格的に作り込んであるってことね。行きましょうか、ゆきほちゃん。わかりました。プロデューサー、行ってきますね。ごめん、待たせちゃったかな。会議が長引いちゃって。いえ、私も来たばかりなので。有馬先生こそ忙しいのにありがとうございます。忙しいからこそだよ。君の顔を見ると元気が出るからね。じゃあ好きなだけ見てください。そうさせてもらうよ、翔子。翔子、それは旅行雑誌？私たちの新婚旅行どうしようかなって。
先生はどこか希望はありますか？翔子が行きたいところでいいよ。そうだな、当ててみようか。イタリア、違う？ハズレです。あれまだまだ勉強不足だな。ちなみに正解は？ハワイです。ビーチで先生とゆっくりお話ししたいなって。ハワイか。それならいいホテルを知ってる。オーシャンビューのペントハウスだ。夜はプライベートビーチで二人だけの時間を過ごす。どうかな？素敵！最高の新婚旅行になりそうですね。なんだか緊張しちゃった。まさか志保ちゃんとこんな会話をすることになるなんて。そうですね、演技だと分かっていても私も少しドキッとしました。ありがとうございます。それにしても意外でした。意外って、もしかして私のお芝居変だったかな。そのやりすぎだった？あ、いえそうじゃなくて、風花さんがこの映画のオーディションを受けたことがです。このお話はコメディとはいえ、病院を舞台に事件が起こるお話なので、風花さんは看護師のお仕事に誇りを持っているから、こういう作品には出たくないかなって。あ、そういうありがとう。志保ちゃんがそんな風に思ってくれてたなんて嬉しいな。でも大丈夫、私はこの作品に悪い印象は持っていないから。そうなんですか？うん、だってこのお話は見る人を楽しい気持ちにさせるものでしょ。決して誰かを傷つけたり悲しい気持ちにさせたりするために作っているものじゃないから。みんなの笑顔のために自分の経験が活かせるなら本望だし、だから出てみたいなって思ったのかも。そうだったんですね。あの、そういう考えとても素敵だと思います。ありがとうなんか照れちゃうけど、志保ちゃん、一緒に素敵な作品にしようね。はい。ところで何をしているのかしら。神田さん、患者さんは立ち入り禁止ですよ。ちょっと探し物を。ダメですよ、勝手に入っちゃ。危険な薬品がたくさんあるのよ。すみません、すぐ病室に戻ります。一応何を探しているのか教えてくれませんか？必要なら私も一緒に探してあげる。いえ、いいんです、きっと私の勘違いだから。ふーん、ねえ、あなた気づいているんでしょ？何のことですか？とぼけないで、私が犯人だっていうことよ。そこまでです。あれ、
誰もいない。え、ミラじゃなかった？大坂部さん、どうしてここに？うわ、こっちだった。ごめんなさい。ねえへえ、とにかく間に合ってよかったです。もうじき警察がやってきます。無駄な抵抗はやめて観念しなさい。すみません、つい楽しくなってしまって。大丈夫だよゆり子、なんか面白かったし。ごめんなさい、反省してます。琴葉ちゃん、ごめんなさい。私たちみんな一生懸命なのに失敗してて、なんだかおかしいなって言われてみれば、なんだか今回の映画の登場人物みたいですね。そっか、もしかして漫才のレッスンしたおかげかな。そうだね、意外と無駄にはなってないのかも。ならまたやってみない？次はゆり子も一緒に。私は遠慮しておこうかな。お客さんたち楽しんでくれたみたいですね。よかった。そうだね、出演者の私でもおかしくて吹き出しちゃうシーンがたくさんあって、逆にみんなそこで笑うんだって驚く場面もありましたね。私も不思議だった。面白いって思うところって人によって全然違うんだって。そうね、だから人を笑わせるって難しいのかも。勉強になったわ。うん、挑戦してみてよかったですよね、プロデューサー。新境地、確かにそうかも。また一緒にお芝居したいね、しほちゃん。え、私はこういう役はもう、いえ、楽しくなかったわけじゃないですけど。私はまたやってみたいです。お願いしますね、プロデューサーさん。ゆり子さん、被害者役に随分こだわりがあるんですね。それはもう古今東西、ミステリー作品の被害者にはいろんなやられ方があるんだよ。絵的に映えるような死体も多くて、いつか私もあんな風に。そうなんだ。
被害者の世界って奥が深いんだね。そうなんだ。ゆり子の話を聞いたらちょっとやってみたくなってきたかも。あ、そうだ未来、漫才のことなんだけど、新しい台本を作ってきたから、読んで感想を聞かせてもらえる？うわー、琴葉ちゃん、もう考えたの？すっごいボリュームだね。映画の台本みたいな厚さだね。これ本当に漫才なのかな？私にも読ませてください。琴葉さん、力作ですね。つい筆が乗っちゃって。ここまで来ると逆に見てみたいですね。面白いかどうかは別として。でしょでしょ。でもこんなにたくさん覚えきれないよ。待ってました。もうお腹ペコペコです。お店のスイーツ制覇しちゃうぞ。そうですね、社長の感想も聞きたいですし。私も聞きたいことがたくさんあって。小鳥さん、なんて言ってくれるかな。みんな話題に困ることはなさそうだね。むしろ時間が足りないかも。